ゼント企画限定3名様に、この保育士さんなら絶対欲しい拍手がするする出てきます。連絡帳や緊急カードなども入ります。いよきく保育おもチャンネルの土井桃子です。5歳の能力開花ですよ。これで解決、絵のお悩み3選。規定線が描けない。2つ目は間違ったと、せっかく描いた絵を塗りつぶしてしまう。3つ目は絵を描きたがらない。この3つのお悩みを解決する方法をお伝えします。まず規定線ですけれども、規定線というのは絵をこう描いた時に一直線に地面の線を描くんですね。それは絵を話しするための舞台なんです。もう絵でお話をできる段階に入ったということです。3歳の時には丸とか等速線を描いて、同じその形を描いてお話をする。これは誰々でね、これは誰々でねっていうふうにお話をしていましたけれども、4歳になると三角とか四角とか組み合わせた人のような形、木のような形、いろいろな形に託してお話をします。3歳も4歳も羅列的に書く、お話の文脈がないんですよね。お話の文脈というのは助詞や接続詞がないということです。文脈、これがなかった絵なんですけれども、この規定線があることによってその文脈が現れて、絵でお話をすることができるようになるということなんですよね。これはすごいことで、その規定線っていうのは絵でお話しするための舞台なんです。横の方にお日様を描くと、これが上の印というような、絵でもう物語ができてしまうんです。作文の前段階とも言われます。規定線が描けない、描く力があるんだけれども規定線が出てこない、このようなお悩みをよく聞きます。私はそんなに慌てることはないと思っていますけれども、何かチャンスがあるときに、この恐竜は何の上でいるのかなっていうふうな質問を投げかけることによって、草だよ、地面だよっていうことがあります。そういうことで規定線が書き始めて、それからこう規定線を習得するっていう場合もあります。発達をこう上に引っ張るのではなく、ちょっと提案とか質問をすることでもう獲得してるんだけれども、書く回数がないとか書くチャンスがなくて書けなかったという場合があるので、そのようなアドバイスをすることによって規定線を獲得していきます。この絵はその規定線を獲得した様子なんですけれども、最初は恐竜の絵に規定線がなかったんですよね。でも地面の上で草を食べている、肉を食べているっていうことがお話の中であったので、その規定線が描けた。そしてその次の時にはもうサッカーする地面、芝生の様子が描けるようになったというふうにどんどん獲得していくので、一つヒントとかチャンスとかお友達の真似っことかっていうきっかけで規定線が描けることがあります。間違ったと塗りつぶす、この問題ですけれども、これはあんまり問題にしなくていいと思います。というのも、落書きなどの場合、あ、間違ったって消すことありますよね。しかしこれが飾られる絵となると問題ですよね。そういう場合にはいろいろ方法あるんですけれども、間違ったら紙は何度でも変えていいよっていうふうにいつも言っておく。すると子どもは、あ、間違ったから紙ちょうだいとかいうふうに言ってきます。油性のマーカーでないとき、鉛筆などのときには消しゴムを使うことを教えたらいいですし、そして塗りつぶさなくても大丈夫だよっていうふうに紙を提供するということも大切です。そしてこの場合、トナカイの絵を描いて次サンタクロースを描こうと思ったのに失敗してしまって塗りつぶしたっていう時なんですよね。そしたら、あー、ダメ、まだ撮らないでっていうふうに言いました。そういう場合には、分かったよっていうふうに伝えます。そして最後に、そうだ、ここのところちょっと切り取って後ろからこう紙を当ててみようかっていうふうに提案すると、なんとそこにツリーを描いて素敵な絵に仕上がったんですよね。
いつも完璧なものを目指してしまうとお互いにしんどくなってしまうので、その時も遊び心を入れながら修正をするっていうことをしていくといいと思います。次に、絵を描きたがらないという場合、それほとんどの場合が自信のなさです。こちらの方に動画を貼っておきますので、ぜひこちらの動画も見てみてくださいね。自信がない場合は、その絵だけを上手にして自信をつけようとするよりも、普段の生活の中でその子どもさんのできるということを、成功体験を少しずつ増やすっていうことが大切です。絵だけを上手にするっていうことはできません。しかし、とっても楽しく遊んでとっても豊かな生活をしている場合は、ちょっとしたヒントやちょっとした成功体験で絵がガラッと変わることがあります。そのためにも、伝えたい人がいること、伝えたいことがあること、この2つが大切です。表現することは積極的に生きることなんです。表現ができない、言いたいことが言えない、これはとっても悲しいことなんですね。プレゼント企画なんですけれども、保育士さん必須のアイテムですね。コメントをよろしくお願いします。YouTube にコメントをしていただいた中から抽選で3名様にお散歩セットを差し上げます。皆さん応募してくださいね。お名前が分かるようにメールなどメッセージなどで私の方に、こんなメッセージしたの私ですとお伝えくださいね。木曜日の午後7時に動画をアップしています。どうぞ見てくださいね。絵を聞く保育ももチャンネル、今年もよろしくお願いします。